さんの方にキャストサイズ編集部としてですね、感謝状を贈呈したいというお話を伺いしております。感謝状、モン京介殿、はい、記念はキャストサイズ第10号まで増刊号を含めダブル表紙に最多出演していただきました。私は誠に大なりますよって、ここに本庁並び記念品を送り感謝を表します。平成2月24日試合中3歳です。ありがとうございました。記念品がございまして、はい、こちらの方ぜひ今ちょっと開けてください。はい、あこれ、はい、普段使われてる、そうなんです、はい、僕が普段使っているボールなんですけど、実はこの間キャストサイズさんのスタッフさんに、はい、真央君のその使ってるボールの その銘柄って何って今度、ね、俺がゴルフ行くから教えてよってメールをくださって、うん、でその銘柄がこれなんですよ、すごい感謝の気持ちでした。わーすごい、ありがとうございました。はい、キャストサイズカバー表紙ってことですね。はい、最多出演本当にありがとうございます。金崎さんもキャストサイズの、まあ、そういうふうなですね、最多出演とかそういうふうなそんな思ってるんですよね。じゃあぜひちょっと金崎さんもですねちょっと表彰させていただければと思います。感謝状、金崎健太郎殿、次のキャストサイズ第15までの5カ号含め付録映像にて最長だった無駄に酒飲んでるんじゃないですか。大体あります。よってここに本庄並び記念品を送り会社感謝の意を表します。平成26年2月24日各社会社3歳ずつキャストバイク編集長です。ありがとうございます。記念品の贈呈ございます。私は私の分かって酒良いどれでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、本当に書いてある DVD。そう、最長時間出演って書いてある。最長時間、無駄に飲んでるでしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。焼き芋焼酎。魔界への誘い。魔界への誘いってもう。カネちゃんじゃないですか、もうカネが俺なんだよほっこりうまい焼き芋焼酎って書いてあるおいしそうですね。浜尾さんに一言もしメッセージをいただきました。そうですね、でもなんか逆に僕は今22歳で、はい、今年3です。今年3か、はい、まあでも僕も役者として一つのきっかけになったのがテニスの王子様で22だったので、ああ逆にもう若いうちからそういう仕事につけて活躍できてすごい逆に羨ましいなとも思うし、なんかなんだろうな、まあ、同じ表現者としてすごくいいものを持ってて急に引退するって聞いたから僕もあもったいないなと思ったし、多分誰もがそう思ったと思うんですよね。でなんだろう、まあ、僕が知ったのはニュースでしたけどでもでもだからそのやりたいことが見つかったりとか そういうことってすごいいいことじゃないですか。そうだと思います、はい、夢があってで自分がやりたいことに進んでいくんだったらそれはもう僕も応援してあげたいし、僕からは本当にもう頑張ってっていう言葉しか言えないですけども、まあ真央だったらきっと努力家だし真面目だし一生懸命だし、なんか何事が起こってもこれから先は絶対まっすぐ進んでいけるんだろうなとも思うし、真央らしく頑張ってほしいなって思います。はい、山さんの方から今後役者として頑張っている金崎さんに対してのメッセージ、エールみたいなものをどうなりますか。でもとにかく僕は16歳の時からタナちゃんとご一緒させていただいて、はい、でもう本当に最初は遠い存在だったんです。最初はね、怖いとかすごいひどいこと言ってしまいましたけれども、本当に僕は
尊敬してたんです。かなちゃんがすごくかっこよくて、背中が大きくて実は大きくて、あんなにかっこいい役者さんいつかなりたいなって最初すごい思ってて、でもちろん最初ライバルだったし、で俺も16歳の時は全然ダンスも歌もお芝居も全然できなかったから、ね、叶わなかったけれども、でもあのちょっと成長してあのピースメーカーでご一緒させていただいたりして、で土方と沖田でこのペアがすごく仲いいペアだったので、一緒にお芝居したりとかアドリブをうちのアドリブをたくさんしたりとかして、で自分的にはちょっとあの成長できて、かねちゃんにちょっと近づけたかなって思ってるんです。僕はかねちゃん、僕がこの仕事を辞めても、はい、かねちゃんのその舞台ぜひ来ますし、これ今まで一回もでもこのままでいてほしいです僕は、はい、はい、なんか変わらないでほしい、うん、っていう僕の中で、今は自分が決めた道をしっかり歩みたいと思って、はい、頑張ります。はい、僕らもそれを精一杯応援したいと思います。今日はどうもあの本当に短い時間なんですが、皆さんどうもありがとうございました。まあ、毎回いつもこういうやりをしてたんですけども、まあ、初めてこういうイベントで真央と一緒にできて、まあね、一緒に仕事をするのはまあこれが本当に最後になるかもしれないし、そう考えると寂しいですけども、こうやって皆様と同じ時間を共有できたのは、大変嬉しく思います。ありがとうございました。僕はみんなとはつながってると思ってて、ぜひあのこの思い出を忘れないでくださいということと、僕はみんなと最後まであの笑顔でお別れがしたいなと思っていて、はい、ぜひあのみんな笑っててください。僕も笑ってるんで泣いてるんですか、もうダメだね。最後じゃあ、ハケギにクワクナシやったほうがいいです。すみません、成田自体がね、一生懸命もう体を張っていろいろ笑うんですけど、本当に俺の気持ちが出ちゃいました。いやでも、あ、よかった、みんな笑ってくれてよかった。ありがとうございました。盛大な拍手をお送りください。